さあ、あと15秒でおそらく情報が来るんですけど、一番来てほしくない新ツン確率アップから確認しましょうか。一番来てほしくない、一番来てほしくない確率アップから確認していきたいなと思います。さあ11時になりました。頼む、来るなよ、来るな、頼む、来るな、頼む、絶対来るな。ですよね、ですよねって感じだよね。ですよね。まあ予想通りだった。まあですよね。まあ二度と復活しないつもりなんで、まあ来るとは思ってたけど、いや欲しくなかったなマジで。まあでもこれはもうコイン稼ぎ期間ということで、第3弾のセレボがまあおそらく熱いんで、はい、熱いと思うので、ちょっともうここはコイン稼ぎ期間ということで、まあ皆さん頑張っていきましょうって感じかなと思います。まあ引くべきかで言うと、もう超絶ドスルー案件ですね。はい、っていう感じです。でもさ、俺、いやでも次やべえかもな。次のガチャやばいかもな。次のガチャがね、本当にいいやつが来るかもしれないです。まあちょっとその考察もあげるんですけど、はい。次はね、熱いガチャがね、来る気がするよ、皆さん。まあ、ちょっとその辺はお楽しみにしておいてもらえたらなと思います。はい、まあ、とりあえずですね、今スケジュール的にはこれがもうあれだね、もうドンピシャだよね、もうドンピシャ、多分このまんま来るんじゃないかな。やっぱスケジュール的にはもう俺が予定か、まあ、スケジュール立てた通りに来るんじゃないかなと思われます。こんな感じで多分来ますんで、まあ、セレボトピックが入れ替わる可能性もあるけど、逆にねこれセレボトピック入れ替わった方が熱いかもしれないですね。はい、まあ一応そんな感じとなってます。